すみません。またお話を聞きに来てもよろしいでしょうか。はい、いつでもいらっしゃい。親鸞様は法然上人のもとに100日もの間通い続けられました。法然上人の説く阿弥陀様の見教えに人々と同じように耳を傾けられたのです。いろいろなことを教えていただいた。あの時ほど充実していた毎日はなかったよ。30年も前になるでしょうか。私も山で修行させていただきました。だが少女の道は私には進めませんでした。それで山を降りてしまいました。そんな。本当ですよ。でも法然様は私らに素晴らしい御仏の教えを説いてくださる。どうやったら法然様のように欲のない穏やかな気持ちになれるのでしょうか。このままではあの世に行くのが恐ろしゅうてなりません。村長殿。はい。私も凡夫ですよ。なんと。村長殿。私もあなたと同じ煩悩を断ち切ることができない凡夫です。悟りの境地に至る知恵も持ち合わすことができませんでした。法然様。しかし阿弥陀様はこんな私こそお救いくださる。阿弥陀様の第18番目の願い。私の救いを信じ、必ずお浄土に生まれると思い念仏する者を往生させることができなければ、私は仏にはならない。阿弥陀様はそう誓われた。阿弥陀様。ありがたいことです。我ら凡夫を赤子を抱くように見守ってくださっているのです。阿弥陀様はいつも見てくださっているのです。阿弥陀様にすべてをお任せするのです。阿弥陀様のお慈悲こそ救われる道なのです。阿弥陀様。観念殿は己の至らなさ、愚かさを十分ご承知の様子。今こそ阿弥陀様の本願に耳を傾けてごらんなさい。南無阿弥陀仏とお念仏を申させていただきましょう。法然様。道釈禅師の釈と我が名法然坊玄空の字から、今日から釈空と名乗るがよい。釈空。こうして法然様のお弟子となられ、阿弥陀様の見教えについて一生懸命お勉強なされたのです。そして4年の歳月が流れたある日のこと。釈、これを。これは。書き写すことを許す。この本の写しを作ることは私の教えをよく理解した者だけに許しておる。一層励まれよ。ありがとうございます。私はその後、善心と名を改め、ますます勉強に打ち込んだのだよ。しばらくすると、吉水の草案では。ん？何かあったかな？は、善心めが。善心がどうかしたのか？法然様のご信心と自分の信心はいささかも変わることないと申したもので、その道を極めた法然様とつい数年前にここに来た若造である自分と同じという、その性根が分かりません。同じだから同じなのです。もし自力の信心であれば、その人の修行の度合いにより上下皇帝優劣はございます。しかし他力の信心は、法然様のご信心も私の信心も全くもって差はございません。まだ言うか。お静まりなされ。私の信心は阿弥陀如来様からいただいた信心です。全身の信心も如来様からいただいたもの、全く同じもの。もしこの私と違う信心をお持ちの方がおるならば、この法然が行くお浄土とは同じところに行くことはありますまい。またある時は、阿弥陀様の本願を信じたその時に往生が定まるのか、それともお念仏を唱える行を積んで往生が定まるのかという問いを出されました。私はこちらに。失礼。では私も。おい善信殿、ついでにわしの名も書いといてくれ。わかりました。真の方へ、真の方へ、私の名を。はい。阿弥陀様の本願を疑いなく受け入れる心があってこそのお念仏。その心なくただ多く唱えればという考えは自力の行でありますぞ。我々は阿弥陀様の本願を心の底にはっきりといただいておかねばなりません。お、今日も法然様のご法話にたくさんの人がいらっしゃるんだ。念入りにお掃除をしなきゃならないからごめんな。遊ぶ時間はないんだ。ごめんくださいませ。あ、はい、今参ります。あ法然様に九条様からの使いで参りました。書籍をお渡しするように言い使って参りました。あ、私は掃除を、そう、掃除をしておりました。え？あ、いや、その、うん。エシンニ様を思い出して赤くなってるなってるでも実はこれからが大変だった。相馬、それは大げさすぎで。そのようなことはございません。法然とかいう坊主、仏法を極めるには難しい修行は不要。まして誰でもお念仏を唱えるだけで救われるなどと、わけのわからないことを吹き込んでいるとか。どういうことじゃ。位も官職などないも同然、寺への寄進も戒律を守ることも不要などと、帝のお許しも得ずに不意調しているのですぞ。恐ろしい。文法とは名ばかりのこのものども、このままでは国が乱れまするぞ。今のうちに手を打つのが得策かと。無論じゃ。そのような恐れを知らぬ者は思い知らせてくれるわ。朝廷は興福寺の申し出をもとに法然上人たちに次々と弾圧を始めました。上元元年、朝廷は法然上人のお弟子4名の死罪、そして法然上人全身などに流罪を申し渡したのです。ひどすぎます。理不尽だ。この草案も明日には閉じられてしまうんです。我らは何を頼りにすれば。法然様、法然様、皆落ち着くのだ。仏の道を目指す者がこのようなことで気を荒げてはなりません。しかし、そなたたちの気持ちよくわかる。だがこう考えてはどうかな。私は土佐へ、全身は越後へ参る。どのようなところなのか想像もつかん。しかしそこは奈落の底であろうか、鬼の住む闇の世界であろうか。いや、そうであろう。土佐、越後、どちらの国にもいろいろな苦しみをいっぱい抱えながら救いを待っている人々がいるはずだ。これは見知らぬ土地で教えを広めるための阿弥陀様のお計らいかもしれん。法然様、良き門出といたしましょう。はい、はい、法然様。法然様、全身なくでない。いつの日かお浄土で相まみえようではないか。私はやります。尊い見教えを伝えることが今の私にできるすべてです。またお会いできる日まで何卒お身を大切に。法然上人が土佐へ旅立つとすぐに全身も越後の国へ送られました。越後の国はいくつもの山を越え、谷を越え、川を越えなければなりません。この辺りは4月といってもまだ雪深い地方。それは困難な道中でありました。さらに越後へ流されるだけでなく、お坊さんの地位も奪われ、藤井義実と名乗らされていたのです。私たちは何も責めを負うような教えは広めてはいない。なのにこうして罪に処せられた。これからはそうでも俗人でもない。愚徳親鸞と名乗ろう。私のやらねばならぬことはただ一つ。こんなことでくじけてはいられない。あの岬の向こうからは船に乗るぞ。ああ、見えてきたぞ。越後、初めて見る越後の山々。それは険しく見えたものだった。罪人は国府のそばで住むのが決まりなのだ。そなたの住まいはあれに。法然様、親鸞はこうして越後の地にたどり着きました。草深く風も強く、ただ都のような喧騒がないのは幸いかと存じます。法然様、つつがなくお過ごしですか。私のなすべきことはただ一つ。阿弥陀様からいただいたお念仏の見教えを皆に伝えること。そのためにもこの命、無駄にはいたしません。私も仲間に入れてくれないか。私にも手伝わせてはくれないだろうか。罪人にいただける米塩も一年限り、今のうちに電波だの仕事を覚えておきたいのだ。いいじゃねえか。流人といっても人を殺したり物を盗んだりしたわけじゃあるめえ。一緒にやればよい。ありがとうございます。お公家様のように白いのう。だがな、一年もすれば頼もしくなる。あれ、おっと、まだまだ。畑仕事は初めてだったから大変だった。でもとっても楽しかったよ。村の人々は皆優しくてね、一緒に働くのがとても幸せに感じた。このままだと根腐れしちまう。汗を切って水を流すんだ。行くぞ。助かった。みんなよくやってくれた。貧しさにもめげることなく力強く生きている人たち、なんとたくましく美しいのだろう。法然様、功徳親鸞、こうして生きておりますぞ。越後の地に来て4年目の冬、法然上人と共に親鸞様は晴れて罪を許されることになりました。人の優しさ、温かさ、強さ、そして弱さを肌身で感じた。越後は厳しいところであった。雨風そして雪が容赦なく村を襲った。今日一日を精一杯に生きているこの人たちにこそお念仏のありがたさを伝えなければならないと私は感じた。だが私が見教えを説こうとすればするほど越後の役人をしていた妻の家に迷惑をかけることになってしまっていたのだよ。真理様のこと？そうだよ。しかしそんな苦しい経験をお与えくださったのも阿弥陀様のお導きだと思っていた。もう一度法然上人にお会いしたかった。どうしたの？京に戻られた法然上人が80歳で強情なさったんだ。強情？亡くなられたのよ。え？往年様。